生の時一回も試合に負けたことないらしい。うわぁ、皆さんこんにちは。今日も楽しくサッカーをしていきたいと思います。ゆえ、はい、今日は強豪校、おまたもや強豪校、お来ましたね。今日は東京からどれぐらいでした？今日はね、意外と近かった。まあ2時間かかんないかなぐらいだったね、これは。で、ここ前橋育英高校、おゆえ、はい、ここのグランド来た瞬間分かったでしょ？ちょっといいですか？すごいですね、これ。これいつできたって言ってましたっけ？8月26日1週間前じゃないですか？1週間前ですもうすごい環境でやってる。羨ましいよ。さっきちょっとだけ施設見せてもらいましたけど、すごかったっすね。いや、施設やばかったから。以上、メディア対応ルールって感じで、これ日本一取った時の松田陸とかアトムさんとか渡辺大輝ですね。ミーティングルーム、うん、ここでプレーして映像をそのまま持ってって映像を分析してすぐ自分たちのプレーを振り返れる。玉際玉際だ、大事だから玉際、うん、楽しくなんて言ってる場合じゃないから玉際にガチでやってる。そうだよ。しかもこれまたトップチームじゃないらしいじゃないですか。上級生たちは今日10キロ走ってるって言ってました。確か 1000m を3分40秒のペースで走ってるって言ってたんで、お10周やってるってことですか？10周やってるみたい。でもね、なんか今日は暑いから8周にしてやったって言ってました。まあ俺からしたら3でもきついからもう8も10も変わんないけどね。ゆうえ、はい、最近さ、俺さ、うん、結構負けるじゃん、うん、いや僕もうんって言っちゃいましたけど、俺も負けるじゃん、うん、はい、だけど俺よく考えたらボスじゃん、はい、本当は手下がいるわけでボスだから。あ、なるほど。そう、ドラゴンクエストやったことある？ありますね。最初はスライムだろ。ようやく最後ボスになりますからね。そう、いきなりボスってことはないんだよ。確かに。だから今日は負けないようにスーパースケットを呼んできました。おお。ボスの手下のひろきゆうまです。ひろきゆうま、ちょっと僕初めましてなんですけど、はい、初めまして、よろしくお願いします。はい、自己紹介を。出身は東京で、高校 IC 東京 U18 でプレーしてます。で、プロにはレノファ山口とファジアの岡山で4年間。あれ、ちょっと待って、プロ経験者ですか？そうだよ。ちょっと待って、とうとうプロ呼んじゃいました。とうとうとかじゃないから、味方いっぱいいるんだよ俺。そっか。で、ちょっとオーストラリアしたんでね。はい、オーストラリア、海外まで行ってる。そうだよ。で、まぁ、ちょっと俺に似たタイプ、大きくないじゃん。身長おいくつでしょうか？160、プロフィールは8ですね。え、プロフィールは実際は6ぐらいですかね。ショーゴボスが62でしたね。プロで俺に似たタイプを連れてきた。どう？いや、どうって、いや、これ抜けないんじゃないかな、さすがに。だって前橋育英でしょ、やっぱプロぐらいじゃないと。確かに、ここの高校からプロが続々出てるわけですからね。将来プロになることって、プロ入る前の腕試しと、プロとボスの、そう、ついでに俺も負けないっていう動画にしようと思って。なるほど。え、ちなみにポジションはどこだったんですか？ポジションはサイドバックやってました。サイドバック、はい、サイドバックが一番対人強いんだよ。結構ハードル上げられて、ユーマビビってる、はい、J リーグの試合の時より確実に緊張してます。J リーグより YouTube の方が緊張します。だいぶ緊張しますこれ。ハードルが高いからね、はい、YouTube はハードルが高いから。ちょっとね、オフシーズンもちょっと2週間ちょっとぐらいちょっと動いてないんで、うん、いや、そんな言い訳いらない。そんな言い訳いらないよね。止めちゃっていいんですよね、うん、ガツンと止めちゃってよ。わかりました、見せますよ。ということで、はい、頑張っていきたいと思います。詰め方めっちゃいい。おお、皆さんこんにちは。今日はちょっと皆さんと対決をしたいと思うんですけど、2本連続で抜いたら今僕が履いてるモレリアをプレゼントしますっていうのやってるんだけど、あの、まあ楽しくやりましょう。みんなが10キロ近く走ってるのは知ってるから、それはちゃんと言っとくから。今日あの1対1をやりたくない人っていう、やりたくなかったら全然大丈夫です。あ、大丈夫。あ、そしたら今日2人いるからみんな戦ってもらって2回連続抜いたらプレゼント。とりあえずよろしくお願いします。はい、それでは今日の僕の味方ですよ、ゆうえ。はい、めちゃめちゃ雰囲気あるよ。うん、でかいっす。でかい。身長いくつ？185です。ちょっ
10センチぐらい欲しいんだけど大丈夫自己紹介してもらいましょう。自己紹介してもらいましょう、うん、3年主将の天野相馬です。3年上野吉平です。え、キャプテン？そうです、キャプテン。キーパーキャプテンたまにあるよね今日最強の味方つけたわ。ユーマといい、キーパー2人といい、2人といい、うん、今日はマジで負けない、うん、同じ人に2点連続取られたら負けだから。スパイク取られちゃう。もしあっちがこの人数だから2足以下だったらキーパーにプレゼント。マジですか？だからマジで止めて。止めます。分かりました。そう、よし頑張っていきましょう。まあ一応ルール説明すると、この線より1メートルぐらいからスタートで、出して返してスタートで、もう全然ここから打っていいから、打っていいし極端なしダイレクトでもあり、2点連続だったらプレゼント。そしたら最初ユーマーにやってもらって、まあ抜いても抜かれなくても俺やるわ。まあ2本目やりましょう。じゃあ1人2回連続でやってもらう形だね、うん、で抜いても抜かなくてもとりあえず俺が勝負で、俺抜かれたらどうする？もう1回にする。止めた、俺が抜かれた。抜かれた、そしたらもう1回リベンジ剣。最初ユーマがやって止められて、次俺がやるじゃん。俺を抜いたらもう1回チャレンジリセット。それエンドレス、それとも1回消えて、ずっとエンドレス。だからエンドレス、ユーマが止めて俺が抜かれてもう1回チャレンジになるじゃん。でまたユーマが止めて俺が抜かれてもう1回チャレンジで、両方止めるか両方抜かれるか。じゃあそれにしましょう。挑戦者は全員、今日何人いる？17。どこの高校大学行っても、まあ、10人やったら1人か2人なの。俺はキーパーもいるし、最後シュート外す可能性もあるし、結構大体もうこの確率に収まるんだけど、もし17人いて3人クリアしたらキーパーにはプレゼントになる。ただ3人いなくて2人とかだったらキーパーにもプレゼントあげるから、みんなは3人以上クリアを目標に。3年生斉藤春太です。抜けるように頑張ります。よっしゃ、じゃあ行きましょう。前橋育英高校対最強ディフェンダー勝負ボスゆうまくんですね。行きましょう。1本目、アイ。ゆうえ、これだよ、これ。俺が連れてきたり、これだから。おー、ここで勝負ボスを抜いたらリベンジ権を獲得なので、まだチャンスあります。じゃあ行きましょう。最強ディフェンダー1本目、アイ。危なかったよ。やばいっすね。ユーマくんで掴んで、超ボスでリベンジ今してきた感じありますね。わあ、いい1人目でした。じゃあ2人目いきましょう。3年篠崎春人です。頑張ります。はい、じゃあ行きましょう。前橋育英2人目です。行きまーす。はい。お前、俺が連れてきたんだろ。勝負戦になったあの股抜きのターン。あ、また抜かせってやつですか。はい、そうです。うお。じゃあこれまだ抜けばチャンスあります。アイ。大丈夫、味方いるから。そうですね、ここで回復しましょう。嬉しい。1年生です。打ってします。おっしゃー、気合入った。いくぞー、3人目。ちょっと待って。すげー、これまだ決めたらチャンスあります。行きましょう。
でも雰囲気ありましたね。あったね。惜しかった。じゃあ4人目まず1本抜きましょう。3年生斉藤輝です。ドリブルはあんま得意じゃないけど頑張ります。よっしゃ、じゃあ4人目ですね、行きましょう。すげえ、うん、今のは大丈夫じゃないかな。うん、これが G リーグ。強いね、これやられたと思ったし。すげえ、うん、じゃあ行きましょう。ここで抜けばリベンジ権獲得です。行きましょう。うお、疲れそうな雰囲気だった。次5人目かな。3年熊谷浩生です。決めます。おし、まず1本決めましょうか。行きましょう。足元ある、足元あるよ。行きます。5人目はい。よしよし、大きかったけど危ない危ない進ませないです。でもまだここを抜けばチャンスありますよ。じゃあ行きましょう。5人目正午ボス、はい。では6人目いきます。はい。後ろ見て。今のどっち？それはでも、もう一回言っとく？もう一回行きましょうか。とりあえずね。よし、じゃあもう一回行きましょう。じゃあ今のノーカウントでもう一回行きます。はい。あっ！マジでうまいわ。うお。センターバック。センターバックです。タイミングずらし方が終わったです。え、今どう抜かれちゃった？今タイミングよく、はい、ずらされた。いや、あれね、取れない。ちょっと今の、お、解説、うん、解説するよ、うん、俺もよくやられるから、うん、もらうじゃん、うん、もらってこのまま足落とさないで、ポンポン。一回足ついちゃうといけるの。だけどポンポンってやられると結構やられちゃう。なるほど。もしかしてこれモレリアリーチってことですか？はい、じゃあモレリア。よし、じゃあ心の準備いいですか？いいです。よし、初めてのモレリア挑戦者ですね。行きましょう。モレリアチャレンジ。初めてのモレリア挑戦者ですね。行きましょう。モレリアチャレンジ。はい。お、やる。今のはあり？ありだよ、だって俺ありあり言ってたもん。でもね、うまかった。俺ね、また忘れてたの。やりきじゃん、うんうん、絶対こうだと思う。じゃあボリエリアゲットです。次7人目かな。1年大学を見れて頑張ります。おい、
1年生の挑戦です。行きましょう。行きます。いやマジで進ませないディフェンスだ。ではこれはリベンジ権獲得なるか。いきましょう。いきます。はい。危なかった。やられそうだ。通されそうだ。危ない危ない。よし、じゃあ8人目かな。1年生クバルムです。勝ちます。よし、8人目の挑戦です。いきましょう。1本目。これ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 、強いよし、ではこれはリベンジかけた戦いですね。いきましょう。はい。シャルです。頑張ります。はい。では9人目のチャレンジです。行きましょう。はい。キレを感じたんだけど。うん。いやすごいな。じゃあ行きましょう。これ抜いたらリベンジです。はい。強いわ。2年の青木エントです。頑張ります。それでは前橋育英10人目の挑戦です。行きましょう。はい。ポジションはセンターバックです。ちょっと待って。いや、運べるセンターバックだこれ。あ、運びまくってた。じゃあこれ2人目のモレリア挑戦者ですね。じゃあ準備ができたら行きましょう。モレリア挑戦2人目。はい。バカ緊張してた。やっぱモレリアを前に緊張してた。緊張してた。2年10組小野寺ケリーです。頑張ります。では11人目の挑戦ですね。いきましょう。はい。よし、ではこれを抜いたらリベンジですね。いきましょう。はい。強い。危なかったよ。危なかった。危ないよ。2年黒沢優生です。頑張ります。はい。では12人目です。行きましょう。はい。よー。また狙ってきたわ。ではリベンジをかけた戦いです。行きましょう。はい。シュートもうまかったわ。俺、まあそこから結構難しいかなと思ったけど、普通に決められた。決めましたね。じゃあこれはチャラになって、もう1回2回連続抜いたらモレリアですね。リセットされたので、2回連続抜いたらモレリアです。いきましょう。はい。
で、ここで抜いたらエンドレスでリベンジができると。じゃあ行きましょう。はい、残りやってない人手を挙げて。13人目です。2年佐藤です。かましてきます。行きましょう。13人目の挑戦です。行きましょう。はい、よし。あ、言い忘れてた。ユウマ、高校生の時、一回も試合に負けたことないらしい。すごくない？一回もそうっすね。シュート級18なんだけど、今で言うプレミアムリーグか。高校1年生から途中から3年まで、一回負けずに行って。一回も負けたことないなんて、ある？こっちからスタメンだったから。スタメンか。じゃあ行きましょう。ダイレ。はい。ダイレ。今キーパー半端なくナイスキーっす。あいつマジナイス。よく考えたらキーパーのプレゼントかな。そうだ。じゃあ行きましょう。はい、ナイス。残り3人ですね。2年林優馬です。はい、行きましょう。それでは15人目の挑戦です。はい、さすが高校時代負けなしの男。では行きましょう。はい、でも外でしょ、 PK じゃないでしょ。触ったとしてももう一回行きましょう。じゃあ今のはファールということで、もう一回行きましょう。行きましょう。はい、すごい。じゃあ残り2人ですかね。1年の長谷川浩志です。頑張ります。はい、では16人目の挑戦です。行きましょう。はい、これを決めたらリベンジ権獲得ですね。行きましょう。はい、ナイス。ではこれラストですかね。1年平林武です。頑張ります。はい、よし。じゃあラストの挑戦者行きましょう。はい、180度の切り返しマジやってくるやつ多いの。うまかった今。マジ多いから。うん、ちょっとこれ可能性あるぞ。よし、じゃあこれ倒したらリベンジ権獲得ですね。行きましょう。
い。ないところを決めてきました。ではこれでリセットされたので、じゃあ2本連続抜いたらボレリアですね。行きましょう。はい、プレゼントゲットですよ。また楽しくサッカーできたんですけど、今日何せこんだけやってくれたんですけど10キロ走ってきてるから、しかもペース聞いたら 1000m3分40、 早い、すごい。ということで、まあ、今日はこの3人ゲットだったんですけど、また楽しくいろんな高校大学行ってみんなとボール蹴りたいと思いますので、今日はありがとうございました。